まあ、入選止まり、プロデビューまでにはつながらない、うん、そういう感じで12年間、いつでも、いつからでも再出発できるので、いつでも始められるっていうことを伝えたいなって。というわけで、山さん、はい、はじめまして、中島健太と申します。この度は、アーティストニューゲート、第2回グランプリということで、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今回、その YouTube の方で、このインタビューを流させていただくにあたって、はい、ぜひその今後ね、そのアーティストニューゲートにチャレンジしたいと思う方が増えてくれるってことも、まあ、一つ期待としてあるので、はい、はい、今回そのどういうその一冊で応募してくださったのかっていうことと、まあ、あと今受賞してどういう気分ですかっていうことをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、芸大出身なんですね。あ、東京芸大ですか。はい、で私もすでに50なんですね。今年日本画を描くのが一時、はい、嫌になってしまったんですよね。で大学もまあ卒業という形で出てしまって、でまず書く場所もなくなってしまうじゃないですか。出身は神奈川なんですけれども、まあ、神奈川に戻りたくなって、まあ、東京で一人暮らしをして、でうだうだしていたんですけれども、もう いわゆるモラトリアム時代、私のそれが結構続いたんです。28まで、はい、その形でいまして、でもその28の時に今の夫と出会って、なるほど、で結婚をして、ですぐに子供ができて、それで子供がそうですね、小学校3年ぐらい、3年生になったあたりで育児も一段落したのと、静岡県立沼津西高等学校っていうところで芸術家が立ち上がるので、あそこでまあ、美大を目指す生徒に指導をしてくれないかっていう話が平成16年だったと思うんですけれども、その話が来まして、で私はもう筆を折るつもりでいたんですけれども、なんかそういう仕事の話も来て、2010年に小さな、まあレストランで個展を開かないかっていうことをお話が来て、うん、そこからまたちょっと日本画を改めて描き始めまして、なもので2010年に私の中では再出発っていうふうに思っていて、それまでのその、まあ、画家人生っていうのはちょっとあまり褒められるものではなかったので、まあでもね、リスターを切らずに辞めていってしまう方が美大生の中でね、非常に多いっていうのは、多分そのね、僕なんかも周りを見渡せばそうですし、エマさんなんかも、ね、周りを見渡せば辞めていってしまった方もたくさんいると思うんですけど、その中でね、再出発をその決めたっていうことがまず大きいことだと思いますし、ただそこからまたそのアーティストニューゲートにね、出していただくまで随分時間があると思うんですけども、まあ、なんていうか、どんな苦労があったのかなっていう話もぜひ伺いたいんですけど、いろいろなね、コンペには本当出してるんですけれども、まあ入選止まり、うん、で、まあ、展示はしてもらえるんですけれども、いわゆるそのなんかこうプロデビューまでにはつながらない、うん、そういう感じで12年間ですか来てまして、そうですね、特に去年はこのアーティストニューゲート以外にもかなり出品したんですけれども、ことごとく仙台で、で本当こちらの審査員方の目に、うん、止まりまして、でそれでもう本当まさかまさかのグランプリをいただけて、今回のそのアーティストニューゲートを出すにあたって、はい、まあ、いろんなそのコンペで、はい、まあ、落選とか仙台とか、まあ、入選止まりだったりとかあったっていう話なんですけど、はい、何かこう変わったこととかあったんですかね、あるいは全くなかったのか。一番今回の絵で変わったことは、その、ずっと私の中で温めてきたテーマだったんですね。私が今まで描いてきたものっていうのは、実際に家で飼っている、まあ、家族の一員、うん、ペットをとにかく、まあ、モデルに
して帰ってきたんですけれども、でやっぱりちょっとこう悲しい別れがあるじゃないですか、どうしても、うん、先にね、亡くなってしまうので、なんかその私のその思いっていうか、また違う形で巡り会えたらいいなっていう、そういう気持ちが常にあって、でそれをまあテーマにして書いたっていうのがあって、そうですね、すごく時間はかかっちゃったんですね、その作品は。うん、シュベリー今回のその知りたいと作品の制作期間ってどのくらいだったんですか？ね、そうですね、書いては休み書いては休みで、そう半年以上ちょっとかかって、そのこのコンペに出すっていうことを目的としてたわけではなくて、まあ、ずっと書いてたのをコンペに出せたっていうことなんですね。はい、なるほどなるほど。非常にその書き込みもね、その丁寧でしたし、審査員の皆さんが納得しての対象なので、まあその僕がということではなくて、非常にその優秀な作家の方々が、まあまあ、日本を代表するような日本画家の方とかも審査に入ってくださっている上での、対象ですので、なんかその技術面というかその絵の力強さっていうことに関しては、もう多分そのかなり自信を持っていただいていいかと思います。その上で大賞を受賞なさった今のお気持ちをお聞かせいただきたいんですけども。やっと報われたって言ってますね。今回ね、アーティストニューゲートを開催第2回を開催させていただくにあたって、なんかそのキャリアとか年齢とかっていうのを特に不問の状態でもちろん書いていただいても構わないんですけど、かといって書かなくても全然構わないっていう状態で応募を、ね、募集させていただいたんですよね。まあ、その中で今回その江田さんのように1回やめてたんだけどまた再チャレンジしたいっていう方が、まあ、結構もしかしたらその今までのコンテストで落ちてた理由っていうのが年齢で弾かれた可能性もあるのかなって今お話を伺いながら思ったんですね。あ、そうなんですか。やっぱりその若い子と年齢がいってる方っていうだけで、やっぱりその一つこうポートフォリオを見た時に審査員の印象で確かに変わるだろうなって思ったんですね。ただそのまあチャレンジってある意味本当に何歳からでもできるっていう、はい、まあ、今回エマさんがチャレンジしてくださって、証明してくださったってことが、まあ、ある意味僕はその若手の登竜門って言ってますけど、若手って別にこの年齢のことではなくて多分チャレンジ精神のことだと思うんですよ。だから今回本当にそのそうこういう形で、我々がその年齢とかキャリアとかっていうことを、まあ、グラインドの状態で審査した結果、まあ、エマさんの作品が今回はこのコンペの中で一番力強かったということなので、本当に今回そのアーティストニューゲートでエマさんっていうその才能をこう発掘できたってことが我々としても大変光栄です。ありがとうございます。もったいなさすぎるもいやいやいや、まあ、その上でまあ、これはその僕の思いと、ギャラリーシークの代表のまあ、ギャラリーとしてプロの作家を育てていき、そして作品を販売していくっていう人がいて、成り立つコンペですので、共同主催の塩野さんからもいろいろと伺いたいことがあるそうなので、ぜひインタビューの方お答えいただければと思います。じゃあ、改めまして、ギャラリーシークよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回まあ、アーティストニューゲート、応募していただいて、まあ、他のコンクールと一番違うこととしてはやっぱり賞をあげて終わりっていうことではなくて、はい、まあ、その後もこう、まあ、作家としてアーティストとしてこうしっかり個展をしていって、はい、まあ、次の賞を取った後の活動っていうことをこうサポートしていきたいっていうことで、はい、まあ、今回のこの江間さんグランプリ取っていただいた、はい、壁のハルカスと、あとギャラリーシークでの個展ということが控えておりますので、そちらも、ね、はい、ぜひお願いしたいと思っています。はい、もうぜひ挑戦させてください。そうですね、ありがとうございます。今後のその制作のテーマとかっていうものは、今回のグランプリ作品、まあ、グランプリ受賞を経て、まあ、大きく変わっていきそうなのか、もっとなんかこうしていきたいみたいな目標っていうのはあるんですか？そうですね、テーマはやっぱり
小さな儚い生き物たちでも、うん、一生懸命生きているっていうのを、まあ、絵を通して伝えたいっていうのが一番なんですね。あとは、身近な動植物、うん、できればその大輪の花とかではなくて、まあ、見過ごされてしまうような植物だったりとか、身近な昆虫だったりとか、そういったものを描いていけたらなって思ってます。で、今ちょうど制作してるんですけれども、その作品は私の中ではちょっと珍しく人物もちょっと入っているので、自分で自分を縛るんではなくて、根底にあるテーマは変わらないけれども、その描いていく対象になるものは自分で縛らないでどんどん挑戦していけたらなって思ってます。まあ、技術的なことでもそうですし、表現方法もそうですし。そうですね、日本画っていうのは結構昔から、日本でも伝統的な技法だと思うんですけれども、まあ、その日本画ならではの良さっていうものをエマさんはどう感じて、押し出していきたいっていうのって考えられてますか？そうですね、まず一番の魅力は岩絵の具の美しさだと思います。それで私はなるべく岩絵の具は混色をしないで単色で、岩絵の具自体のその美しさを殺さないようになるべく表現できたらなって思っているので、私にとって合っているその、伝統的な技法だったりとか画材だったりとかは もちろん取り入れていきますけれども、おこがましいんですけれども、私独自の表現、私にしかできない表現ができたらいいなって常に思って書いてます、今回結構ポートフォリオを拝見させていただいた時とかで、わりかしその、オーソドックスな結構日本画の、雰囲気というものを、やってきていらっしゃる方なのかなと思ったんですけれども、今回のグランプリ作品の羽化っていう作品の、花の部分だったりとか、ちょっと動きを感じさせるイメージがあったと思うんですけど、そういうのを今回そのチャレンジした。そうです、よかった、伝わってた。そうなんですね。結構ポートフォリオ見た時と結構印象が一番変わっていたかなとは、作品とか見てて思っていたので、結構オーソドックスな日本画だとやはり審査の時とかにちょっと目立ちにくそうかなっていうのは、そのポートフォリオで通過していた時点では少し思ってたんですけど、審査会場だと本当にこうポートフォリオよりもさらに良さが伝わってくる感じだったと思うので、あの感じはすごい、皆さん好評だったのかなと思いますね。そうですね、ポートフォリオ以外にまたちょっと違う感じで描いているのが、最初に絵の具で遊んで、何もない和紙を貼っただけのパネルに絵の具をそのままお皿から流したりとか、それをこう傾けてみたりとか、絵の具をパッパッても飛ばしたりとか、その上で何かで押さえてそのままずっと引っ張る、要は絵の具遊びをして、それで描くっていうこともやってるんですね。で、それだと動きが出るのと、あとこちらが意図しないいい意味で自分で今までできなかった表現ができたりとかもするので、それは割と背景に今回使ってるんですね。それがちょっとこう今回は主題とマッチしたのと、あとその本体なんですけれども、ちょっとこう羽のところがちょっと動いてたり、動いた感じにしたりするのとか、海の泡っていうか水の中の泡みたいなのもなるべくこう動いて見えるような表現にこだわって描いたので、そこをちょっと評価してもらえたのは本当に嬉しいです。よかったです。審査員の方々も作家さんも中島さんの他にも日本画家の福井幸太郎さんと金谷香奈子さんと、本当に実力も今日本でかなりトップクラスの作家さんにも評価していただいた結果だと思いますので、ぜひ今後も
自信を持って、はい、個展と、まあ、あとアベノフォーカスの個展も、はい、実施していただきたいなと思います。わかりました。はい、今後の作品も期待してます。ありがとうございます。というわけで、生野さんのインタビューの方にもお答えいただきましてありがとうございました。どうでしょうか、何かこう言い残したこととか、なんか言い忘れたなみたいなことがありましたら。あ、じゃあ一つだけ、はい、やっぱ女性って、はい、妊娠出産育児で諦めちゃう人が多いと思うんですね。でも私のようにいつでもいつからでも再出発できるので、それを忘れないでいつでも始められるっていうことをちょっと伝えたいなって思いました。はい、本当に我々も非常にその勇気づけられる作品だったと思います。まあ、これから、まあ、第3回も紹介させていただく予定なんですが、はい、まあ、第3回 の出品される方にメッセージなんかもありましたらぜひお願いします。本当に夢にも思っていなかったので、私がグランプリ取れるっていうのは。でも自分を信じて諦めないで続けていれば絶対に何らかの形で結果がついてくるって実感できたので、諦めないで皆様も挑戦してほしいと思います。いや、素晴らしいコメントありがとうございます。エマさんに出品いただけたアーティストニューゲートになって、我々主催側としても大変やりがいというかやった甲斐を感じております。まあ、個展はね1年後に、はい、なるのでまだまだ時間はあるんですが、はい、エマさんの個展開催を楽しみにしております。ありがとうございます。第2回、アーティストニューゲートグランプリ賞おめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。それでは引き続きよろしくお願いいたします。こちらこそ。失礼します。